1986年、H ベルトーレド AG 活字中造書設計のアクチデンツグロテスク。この書体は近代スイススタイルの顕著な特徴を伴った。国際タイポグラフィー様式ともは、清潔感、可読性、客観性を追求したグラフィックデザインの様式である。1920年代のロシア、オランダ、ドイツで発祥し、1950年代に、 スイスで発展した。この様式は、建築や芸術を含む、あらゆるデザイン分野に衝撃を与えた、モダニズム運動の一部であり、グラフィックデザインにも多大な影響を与えた。左右非対称のレイアウト、グリッドの利用、アクチデンツグロテスクのような3セリフ書体、左揃え右ラグ組のような書体などが特徴である。また、イラストや絵の代わりに写真が使われる。 初期の国際タイポグラフィー様式の作品の多くは、書体自体を本文としてだけでなく主要な図案要素として用いた。スイスではドイツ語、フランス語、イタリア語など地方によって言語が違い、数カ国語が同時に記載される場合が多々あったので、ここからこのスタイルの名前が付けられたと言われる。デザイン分野におけるこの大きなムーブメントは、今なおデザイン戦略や理論などに、 その影響を見て取ることができる。国際タイポグラフィー様式は、それまでの伝統的書体の背景の意味に影響されない、客観的な情報伝達を目指して発揮されたスタイルである。ベルトールド活字中蔵書がそのコンセプトに沿って、設計したアクチデンツグロテスクを1896年にリリースし、これをきっかけとして、メッセージを明瞭かつ普遍的な方法で伝えようと、 するモダニズム運動の中で国際タイポグラフィー様式は進化を遂げた。この運動の初期において著名なスイスのデザインスクール2校がこれに重要な貢献をした。19世紀に始まったグリッドを下地としたグラフィックデザイン技術をもって1908年のバーゼルデザイン学校の基礎学科創設の足がかりとなった。 エルンスト・ケラー、それからわずか後の1918年、エルンスト・ケラーは、中立非芸術大学の教授となり、グラフィックデザイン並びに、タイポグラフィカを立ち上げた。彼は生徒たちに、具体的な手法のみを教えるよりも、デザイン上の問題に対する解決策は、その内容からおのずと明らかであるという、その、様式における哲学を熱心に指導した。問題自体から生まれるデザインという、 ソリューションとしてのこの理念は、それまでの美のための美あるいは美そのものを目的とした美の創造に焦点を当てた芸術に対する答えでもあった。ケラーの作品には、衣装設計の背景にあるそれぞれの意味をより深く表すシンプルな幾何形態と鮮やかな色彩、想像力をかき立てる視覚要素が用いられる。テオバルマー・コンテニューエタッとフランクフルトの巨像とも、 マックスビルこのスタイルの初期のパイオニアには、テオ・バルマー、マックスビルなどがいる。1950年代、国際タイポグラフィー様式の特徴を抽出したような、ユニバースなどの3セリフ書体ファミリーが生まれた。ユニバースは、マックス・ミーディンガーと、その共同制作者、エドアルド・ホフマンによる設計であり、後に、ヘルベチカと名を変える書体。 ノイエ・ハース・グロテスク誕生の道を示した書体である。ヘルベチカの目的は、長文に耐え、かつ高い可読性を維持する純正な書体、であった。国際タイポグラフィー様式の発展に重要な役割を果たした、影響力あるデザイナーたちが編集した、ニューグラフィックデザインの観光を足がかりに、この運動は徐々に整理されていった。この観光物は、 国際タイポグラフィー様式における多くの重要な要素、内容の視覚的デモンストレーションを通じ国外にも販路を拡大。こうして、この運動はスイスの国境を越えていった。編集者の一人であるヨゼフ・ミュラー・ブロックマンは客観的かつ非個人的な体裁を通してデザイナーの主観的な感情や伝達技術に左右されずに、 ユーザーに伝えることができる絶対的で普遍的な視覚表現の形式を模索した。ミュラー・ブロックマンの多くの作品にはその理念を伝える客観的記号としての大番写真はとりわけ明瞭で力強く用いられている。第二次世界大戦が終結すると国際貿易は増加、各国間の結びつきはより強いものになっていった。これらの関係の進歩の鍵を握る書体と デザイン、明瞭さ、客観性、地域を問わず使える図案や記号は国際的なパートナー間のコミュニケーションにおいて不可欠であった。国際タイポグラフィー様式はこの変化しつつあったコミュニケーション需要にぴったりと合致し、スイスを超えてはるかアメリカへと拡大した。ルドルフ・デ・ハラックはスイスデザインと自身のデザインスタイルを融合させた。 最初のアメリカ人デザイナーの一人である。ハラックの作品における国際タイポグラフィー様式の影響は、1960年代に彼が手掛けたマグローヒル出版社の多くの本の想定デザインに見て取れる。それぞれの表紙には、タイトルと著者名がしばしばグリッド上、左揃え右ラグ組に整列し、その本のテーマを明確に表す一つの印象的なグラフィックが、 表紙のほとんどを覆う。また、このスタイルは1960年代以降のアメリカの会社や組織でおよそ20年にわたって盛んに取り入れられた。このスタイルを取り分け好んだ機関の一つにマサチューセッツ工科大学がある。1900年代にはデザインベースの芸術運動が他にも形成されており、国際タイポグラフィー様式に影響を与え、 また逆に影響を受けることで発展していった。これらの運動は、建築、文学、グラフィックデザイン、絵画、彫刻など、複数の芸術分野にまたがる形で広がりを見せた。コンポジション、ツーインレッド、ブルー、アンドイエロー、ピエトモンドリアン、チューリヒ美術館像ドイツ、デッサウにあるバウハウスの校舎、バルタグロピウス設計シュプレマティスムの一例。 カジミール・マレービチ国際タイポグラフィー様式を含む、これら全ての運動は、基下形態及び色彩による段階構造で、情報伝達する魅力にあふれた視覚的要素を持つ還元主義的な純粋さが特徴である。形態は、機能に従う、というバウハウスのマントラは、国際タイポグラフィー様式のデザインの本質に、通じており、それは、ディテール成功さ、技術、 教育とデザイン手法の仕組み、技術訓練を中心としている。またこの理論は、デザイン上の課題に、特有の仕組みに対しての批判的アプローチを主とする。一例として、国際タイポグラフィー様式の父、エルンスト・ケラーは、デザインをもって何かを解決する際は常にその内容を尊重したものであるべきだと語っている。数学の問題解決の過程が良い比較対象となる。 数学の問題を解くときに利用するのは特定の方程式のみである。デザイン上の問題においても同様にデザインにおける方程式を特定の方法で適用することで解決を図るのである。国際タイポグラフィー様式や関連のデザイン哲学においてデザインの文脈は答えを導き出すために非常に重要な鍵となる。エルンスト・ケラー国際タイポグラフィー様式を 念頭において設計されたそれぞれのデザインは数学的なグリッドから始まる。これはグリッドが情報の構成において最も読みやすく調和の取れた手段と考えられているためである。そして本文が当てられ、ここでは左揃えミキラグ組の使用頻度が最も高い。このスタイルを用いた初期のデザイナーに 進歩的な時代の精神を表すとして選ばれた三セリフ書体が使用される。また客観的な視点を持つ写真は情報を明確にするデザイン要素の一つであり、いかなる宣伝あるいは商業広告の影響を受けることがなく有用である。秩序と明瞭さえのこれほどまでの終身はデザインが社会的に有用で重要な活動であり、デザイナーたちはアーティストとしてではなく、 社会に重要な情報を広めるための客観的指針として自分たちの役割を定義すると信じる。この運動の先駆者たちからもたらされたものである。ありがとうございます。